大牟田、大蛇山祭り、大牟田、大蛇山祭り、大牟田、大蛇山祭りは、毎年7月下旬に、福岡県大牟田市で行われる夏祭りである。1962年、昭和37年、それまで行われていたウィ祇園ギオン、大蛇山、港祭り、墨戸祭りが融合され、現在に至る。1964年、昭和39年のみ、 三池炭鉱の単人爆発事故と水害の影響で中止されが毎年延べ40万人の観光客でにぎわう。期間中、メイン会場となる国道389号や福岡県道、佐賀県道18号大牟田川添線の一部が大正町をお祭り広場として歩行者天国となり、周辺で交通規制が敷かれる。 大無田の大蛇山がいつ頃始まったかについては、諸説あるが、三池新町の新町に御社、現在のいよいよ、剣神社が六百四十年、寛永十六年に誕生された記録が残っており、この頃から、祇園祭りが始まったと推測されている。その祇園祭と古くから、三池地区にあった、竜神信仰が融合して、現在の大蛇山の原型ができたと伝えられており、350年。 以上の歴史があると考えられる。特に柳川藩、三池藩を中心に分布する地域的特徴があり、地区内を巡行するなど、祇園会の形をよく残していて、柳川立家家、三池立家家と祇園振興との関わりを考える上でも、重要などの判断から、三池地区における祭礼行事、三池の大蛇山として2010年4月14日、 大牟田市無形民俗文化財に指定された。記録では明治4年頃、現在の本町4丁目の祇園、本宮本町いよいよ、剣神社で、三池祇園の大蛇山に製作技術を習い、作り始めた。五霊に関しては、三池の祇園から分出されたのではなく、大牟田祇園は、本宮いよいよ、剣神社が、直々に、現在の京都の八坂神社より五霊を分出されたと、 記録がある。その後、本宮いよいよ、剣神社より、第三区祇園や剣神社、諏訪神社に分祀された。この祇園祭りは、須佐野の御事と、木灘姫、串灘姫を祀る神社の祭礼である。なお、木灘姫を、大蛇山の祭人として、大牟田の祇園で祀っているのは、第二区祇園が属する大牟田神社のみである。三池本町山、三池新町山。 本宮本町山、諏訪山、第三区祇園大象徴さんは須佐能の御事を祭って、ある。祇園六山御子祭りは、7月の祇園祭りの1週間前の、日曜日、夕方5時頃から8時30分頃まで三池で、歩行者天国で、祇園六山の御子、小山巡行の演出等がある。港祭りは、海の日と、その直前の土曜日、日曜日、 大牟田市南西部、熊本県荒尾市との県境に近い四津山、県境地区で行われる。記念式典や開示功労者の表彰を皮切りに、子供御しや海洋教室、大蛇山、県境大蛇などの共演など多彩な催しが行われ、海の代表的な祭りとなっている。七月の第四土曜日の祇園六山巡行の前に、福岡県の代表的な民謡である、 観光説や祭りの名称ともなっている大蛇山にちなんだオロチ山林に合わせた盆踊りが行われ1万人の総踊りと呼ばれている。参加団体は大牟田市内外から企業、学校、あるいは個人も含めた多くの人々が参加している。かつて三井三池炭鉱、1997年3月31日限りで閉山があった大牟田らしく、 観光夫との格好をしたキャップランプ隊も登場する。大蛇山ファイヤフェスティーバは、大牟田市三崎町の旧ネーブルランドを跡地にて行われる花火大会である。毎年およそ10万人の人手で賑わう。祭り期間中、三池本町山、いよいよ県神社、三池新町山、渡る県神社、本宮いよいよ、剣神社、諏訪神社、神社神社第二国四。 大牟田神社、第三区祇園、八剣神社からなる祇園六山のほか、商店街や公民館などの各団体が制作したオロチが登場し、それぞれの地区を巡行させている。近年になって、大正町お祭り広場にて、上記の祇園六山による祇園六山巡行や、商店街や公民館などの各参加団体と一部の祇園六山による、 大蛇山大集合パレードが行われるようになり、観光客の見どころとなっている。また、近年は隣接する熊本県玉名郡南館町の南関祇園や、近隣の福岡県柳川市の大蛇山もパレードに参加している。雲竜の彫刻の出し、御前山が特徴的な三池本町の御前山は、島原の乱の軍港のご祝儀として、旧柳川藩から送られたと伝えられ、 歴史の重みを感じさせる、重厚な作りで、豪華絢爛である。林、落は登り落通り、落があり出兵時の軍落だったと言われている。オロチの顔は黒、緑、種の三色で塗られ、コブが三つあるのが特徴。オスのオロチである。昇天竜や、金のひづめを持った謎の動物など見事な彫刻が、施された出汁と衣装を凝らしたオロチが特徴。 三池藩主から貸しされた、この出汁は、午前山の愛称で親しまれており、古くは1674年、遠方2年に、現在使用中の出汁は1852年、嘉江5年に賜ったと伝えられる。オロチの顔は、コブが一つで緑を基調とした配色が特徴。三池本町山に対して、こちらのオロチはメスである。本宮本町山のある本宮いよいよ、剣神社は、 現在の京都や坂神社に、宇治こ衆が直接訪ねて分祀された神社である。祭りは、当初、旧暦6月13日14日に、五国豊上、薬病、火災、洪水、干ばつ、魔除けとして始められた。大田祇園で最初に、大蛇山を取り入れており、大田竹音、諏訪祇園の本宮でもある。現在の大田祇園における林、ジャジャリコジャンの、 本家本元である。諏訪山のオロチは、荒々しさを特徴とした男オロチと呼ばれ、首を大きく左右に振りながら練り歩く。諏訪神社の境内に、本宮いよいよ、剣神社より分誇らされた、八剣神社がある。数年に一度、白色のオロチを制作している。古くは、銀座住吉さんと呼ばれる、大牟田神社、第二区御神さんは、奉仕を、 おろちの口の中に持つのが特徴。これまで、大阪御堂筋パレードや博多どんたくなどに出汁を出場させた山である。古来よりの黒、朱、青緑の三色にこだわって、平成十年からおろちを自主制作している。出汁の後方を林に合わせて踊る、女御しを初めて取り入れた山である。本宮いよいよ、剣神社より分誇らされた。大蛇山は、 昭和初期から始められ、第三区議音の名で呼ばれている。オロチの製作は、昭和57年から自主制作されている。三池新町山から伝授された技術、製法に新しい技術を加えながら、研鑽を重ねており、緑の配色が貴重。平成3年から5年ごと、最近では平成23年に金色を貴重としたオロチを制作している。 大蛇の口に子供を入れて、無病息災を願う行事、かませは、もともと、気温六山に伝わる神事である。そのため、気温六山以外の大蛇山は同様の行為を、子供健康祈願等と称して区別している。アメリカ合衆国ハワイ州、オアフ島で、毎年開催されている、ホノルルフェスティバルに1998年から7回、連続して参加した。現地には、 ホノルル大社さんがあり、2008年6月にフェスティバル参加者が中心となり、支援団体を結成しており、毎年グランドパレードの鳥を飾っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。